幸せとは何かとか、人生とは何なのかとか、そこまで思い詰めることはなかったんだなって。そうですね。それは80歳まで取っておいた方が楽しいかもしれません。じゃあその時はまた付き合ってくれる？喜んで。好きです。